こんにちはレトスのおのです5月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます達見に合格する上で重要なことを一つお伝えいたしますそれはルール法律に基づいて答えを導くということです多くの方が感覚で答えを導くんですねおそらくこうじゃないのかな 一般常識から考えるとこれ答えじゃないかなって言って答え導くんですよでこれすごく危ないんですねもちろん感覚で解ける問題もありますが実際の本試験では感覚で解くと間違えるように工夫して出題していきますそのため日頃の勉強から感覚ではなくてルールに基づいて答えを導くように習慣化していきましょうそれでは本日の3問に入ります 不法行為の被害者は、損害賠償請求権を自動債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。マルかばつかという問題です。え考えたい方は、この動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、え答えは丸です。被害者に対してきちんと弁済させることから、人の生命や身体の侵害による不法行為、まあ、例えば人身事故ですね。 の加害者側からすすることはでできないんですねそれに対して被害者側からは相殺することはできるんですよ。これ言い換えるとですね、被害者側が持っている損害賠償請求権を自動債権として相殺することはできます。一方で被害者が持っている損害賠償債務を自動債権として相殺することはできないんですね。この辺りはどっちがどっちだっけって悩む方いますけれども、被害者を保護する規定なんだ。 被害者を保護するためのルールなんだということと、あとは自動再建と自動再建。これの意味ですね。これが分かっていれば解ける内容です。つまり、まあ、簡単な内容なんですね。こんなところでつまずいていてはいけません。個別指導の受講者については、他の関連ポイントも含めて解説させていただきます。理解すべき問題なので絶対理解してください。理解できれば簡単な問題です。で、問い2です。手付金等の保全措置ですね。 宅建業者である売り主は、宅建業者でない買い主との間で建物の売買契約を締結した。当該建物が建築工事の完了後で、売買代金が2200万円であった場合、売り主は当該建物を引き渡す前に、買い主から保全措置を工事内で手付金100万円を受領することができる。丸か×かということですね。 これも考えたい方は一旦動画をストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、まず確認すべきところはここですね。売り主は宅建業者で、買い主は宅建業者じゃないという部分ですね。なので、発出制限が適用されます。で、建物が建築工事の完了後って書いてあったので、これは完成物件ですね。完成物件。ということは、 代金の10%を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要だということになりますじゃあ代金の10%っていくらなのということですよねえ今回の問題では代金2200万円なので10%は220万円ですしたがって手付金今回100万円を受領する場合って書いてあるので100万円っていうのはえこれ超えてないですよね220万円超えてないので保全措置は不要です 従って問題文の保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができるというのは正しいですよね。まあ、従って今回の問題は丸になると。丸ですね。ということです。まあ、これは基本的な問題なんで絶対解けるようにしておきましょう。では問いさんです。工事主とは宅地造成、特定盛土等、もしくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者、または 請負契約によらないで、自らその工事をするものを言う、丸か塚つかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。もうこれは条文そのままです。工事主とは、宅地造成、宅地盛り土等、もしくは、土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで、自らその工事をするもの、よって正しいということになります。で、この内容ってイメージできますでしょうか これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は理解学習に変える余地はあります一方で理解学習をしてきたつもりの方ですねこのつもりの方っていうのが一番危険で自自分自身が理解学習を実践できてていいなっこういった方非常に多くで実際え今年の試験で理解学習してきたでも落ちちゃったっていう方はもうこっちに当たりますね 理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ。例えば、まあ、35点が合格点だったとしたら40点ぐらいの実力があって多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば42、3点は取れてたけどももうちょっとミスをして40点で合格、39点で合格。まあ、こういった方なんですよ。理解学習してきた方っていうのは。だいたい合格点プラス5点ぐらいはあの取れてるはずなんですね。で、多少ミスして2、3点失点すると。 まあいった感じで合格なんですよ。まあ結局は理解していたら合格はできるんですね。一方で理解してきたつもりの方っていうのはミスをしたとしてもまたミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよね。だからそういった方っていうのは理解してきたと思い込んじゃってるので勉強の仕方を変えないんですよ。そうすると次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですね。だからまずは気づくと。 理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですねそうすれば理解学習に変えることができますのでまずは気づいてください今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でしたまだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンから是非チャンネル登録よろしくお願いいたします今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう